こちらが、ちょっとですね、皆さんから見て左側の方が黄色のフィールドになりますので、黄色のロボット実はちょっと違うところにしまっています。で、青のロボットは動いてませんけれども、これは審判に任せて自分では動かないという作戦のようです。ちょっとこうですか。あ、で、これが今セットということで、ロボットが、試合を開始前の準備だったで、山下君外に出てる前の、はい、キックオフは、福井大学からということで、2番の青いロボットがキックオフの位に立っています。ちょっと審判が打ち合わせにしてますけれども、それが終わったら試合開始になると思います。では行きます。プレイ。はい、試合開始です。さあ、福井大学のチームうまく最初のキックをしましたが、次がうまくつながるでしょうか。ランスウィットの方も動き始めました。さあ、福井大学のチーム、あ、ボールじゃないところに行っていますね。さあ、ランスウィットの方もボールがどこに行ったかわからなくなったんでしょうか。さあ、ファイナルチャンスです。チャンスのような気がするんですが、はい、今あ、ボールが出してしまいました。はい、今黄色いロボットが最後に行って、ボールから出たということで、黄色のチームにとって不利な位置にボールが、審判によってこれが置かれました。これは、スローインを、まだロボットできないので、イエロー3、10セカンド。スローインの代わりに、人間が置くということをしています。さあ、青のロボット、また。イエロー5、10セカンド。ちょっと手伝うんですけれども、このままだと、フィールドから外に出してしまうことになると思います。アウトバイブルー。はい、青が出したということで、青がイエロー4、10セカンド置かれてます。リービングザフィールド、イエロー3。はい、時々リービングザフィールドというのを審判がコールしていますけれども、これは、フィールドから出ているロボットについて試合放置ということで、ペナルティが与えられています。このペナルティが与えられると、一定の時間、試合には参加できないことになります。で、試合に参加せずにリビングザフィールド、イエロー4、フィールドのところを見ると見た状態で立って待っています。イエロー3、10セカンド。青いロボット、リビングザフィールド、イエロー5。IRF のロボット、ボールをよく見つけているようなんですけれども、残念ながらうまくそれをハンドルしていないように見えます。あ、今キックしました。キックしたんですが、そちらの方向はオンゴロになります。イエロー4、10セカンド。イエロー1、10セカンド。ランスウィットにとって有利な状況な気がしますが、黄色のロボットの方がボールを見つけられていません。イエロー5、10セカンド。イエロー2。
一番近いところにいたイエローもナンバー2もルール違反ということでペナルティが与えられています。ファウルのボールを見つけたんでしょうか。イエロースリー、10セカンド。ちょっとまだ見つけられてないようです。リーディングザフィールド、イエロー5。もう一つ、あの大きさの割にちょっと重たくてですね、倒れると結構な振動が音がしてイエロースリー、10セカンド。こうやって切れないロボットも実は、ルール違反。ボーリングロボット、イエロー1。ボーリングロボット、イエロー1。黄色の1番、ボーリングロボット、起き上がれないロボットについても故障の原因になりますので、これもペナルティーで、リビングフィールド、イエロー3。ストーン出されます。さあ、青さん。イエロー5、10セカンド。ボールを見つけて回り込んだんですが、ちょっと位置がずれていたようです。この状態でボールを見つけられると黄色の方まで一気にボールを運べるはずなんですが、この方向…イエロー1、10セカンド。出してしまいそうです。あ、逆。リビングスピード、イエロー5。逆。この側を…イエロー2、10セカンド。イエロー3、10セカンド。さあ、だんだん青にとって不利なように、不利なように、青のロボットが持っていっているような試合になってきています。黄色のロボットはよく動いているんですけれども、ボールのところまでなかなか届いてないので、5台って有利なはずなんですけど、なかなか、ね。イエロー5、10セカンド。黄色の3番、いいところに来たんでしょうか。まっすぐボールに向かっているように見えますが、どうなんでしょう。これでぐるっと回ってボールの周りに回り込めばいいんですが、お、風に。レミザフィールイエロー3、レミザフィールイエロー5。残念ながら壁にぶつかって取り出されてしまいます。黄色の2番がボールを見つけられるとかなり有利です。黄色の2番ボール探しています。青3番イエロー3、10セカンド。ボールに近いイエロー5、10セカンド。なかなか見つけられていません。このロボットですね、どこでボールを見ているかというと、目に相当するところに見えるところが実は光っているだけで、カメラはついていません。カメラがついているのは下のところに小さな黒い穴があると思うんですけど、そこにカメラがついていて、そこから見ています。ですからロボットが、真下の方のボールを探すときには下を見ないといけませんし、遠くの方がそうすると見えなくてもなります。リビングザフィールド、イエロー3。遠くの方にあるボールレビングザフィールド、イエロー3。見るときには近くは見えない、そういうことが、難しいところの一つになっています。さあ今フィールド見るとどちらかというと下の方を向いているロボットが多いので、近くのボールを探すということをしているのが分かります。グローバルゲームスタッフ、グローバルゲームスタッフ今メインレフェリーがグローバルゲームスタッフというのをコールしました。グローバルゲームスタッフというのは試合が膠着状態にあるということで、一旦、試合を止めて、それから、ロボットが最初の試合の開始の状態ですね、そこに戻ってで試合を再開するということになります。山下君、
して、グローバルゲームスタッフの場合にはですね、止まってなかったら手動でマニュアルで止めないと、はい、先ほどですね、青の方が、キックオフシュートだったんですけれども点が入れられなかったので、今度は黄色の方のキックオフシュートになります。これキックオフになります。さあ試合再開するのかな。前半戦残り時間2分ほどになっています。プレイ。はい、試合再開です。黄色い方のランスウィフトのロボットはこれ、多分自己位置、自分の位置をまず最初に確認をしてからいろんなことを決めて行動を始めるというタイプのようです。さあ一番有利なところにいたロボット、ボールから離れてしまいました。青い側も遠くからボールを探しているようです。さあ残り2分、1点入れられるとかなり有利なんですけれども、レイザフィールブルートゥうまくいってられるでしょうか。レイザフィールイエローファイブ、レイザフィールイエローファイブ。でもランスウィフトの方はフィールドから外で遊びたいんですかね。よく出ていこうとか。レイザフィールイエローフォー、レイザフィールイエローファイブ。はい、今リクエストフォーピックアップっていうのは、グッチームからコールされています。これはですね、ロボットの調子が悪いという場合にチームメンバーが、一旦退場するということを、コールできる仕組みになっています。イエローフォー10セカンド。かなり静かになってしまいました。あと30秒です。前半戦残り30秒のところ、試合に参加しているロボットは3台になっています。イエローフォー10セカンド。さあランスウィフトのロボットがもうすぐフル出場になるはずなんですけれども、6 5 4 3 2 1。はい、前半戦終了です。このあと10分後にですね、黄色と青の、守るフィールドを入れ替えて、守るゴールを入れ替えて試合を再開します。10分後、この試合再開しますので、よかったら後半をご覧ください。